岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、まあ、どうやって突破口を開くのかっていうのは、まあ、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、そのあたりがどういうきっかけで生まれてくるのか注目していきましょう。バッターよく見ました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。次が5球目、ライト方向を流しました。アウト、ワンアウトです。バッターは DH 柳田。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。これが2球目、ここは落としてきました。打ちました。田中、2アウトになりました。クリーンアップが登場します。バッター浅村、2アウトランナーありません。マウンド上田中、そしてキャッチャーは甲斐。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。低めの変化球です。高め、ストライクになります。3ボール2ストライクです。6球目は何で来るか、バットに当たりません。三振、3アウト、チェンジ。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてバッターは坂本。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、あーボールですか。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。ボール先行です。インハイ、際どいコース、ストライクが入りません。ここは1球見ました。5球目は何で来るか、打ちました。ショートが取る、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている丸。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、ファウルになります。胸元へ決めてきました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。ここもファウルです。インサイド、変化球外れます。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは3番の柳田。ヒットでランナーを一塁に置いています。走ってきませんね。切れてますね。引っ張った、ヒットになった。ジャイアンツピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そして打席には村田が入ります。さあ、得点圏には先制のランナー、まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。初球打ち、このチャンス打ち上げてしまいました。さあ、そしてバッターボックスには岡本が入っています。さあ、2アウトながらピンチは続きます。まあ、ここもしっかり抑えて先取点を与えないように。引っ張った、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。2回になります、ジャイアンツの攻撃。バッターボックス丸。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。まあ、ここはね、確実に行きたいですよね。さあ、まずは先頭バッターを出していきたい。ボールになります。
打ちました。ファウルになります。内へのボール外れました。フルカウントです。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウトです。バッターボックスは5番岡本。田中、まずは先頭バッターを打ち取っています。際どいコースに送ってストライク。スピードボールを持っています。低めの変化球は外れました。あ、よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。低め、ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。さあ、仕留められるか。落ちる球できました。スリーボール、ツーストライク。これはバットです。三振です。ツーアウトになりました。打席には6番バッター、中田。ツーアウトランナーありません。まず何を投げてくるか。ファウルになります。改めてお聞きしますが、バッターの中田、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況にもよりますが、基本的にはホームランを狙っていく思い切りのいいバッターですね。そうですか。内へ持ってきましたが外れました。さあ、4球目は何か。インハイ、際どいコース。これが5球目。よく見ています。スリーボールツーストライクです。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。2回の裏になります。ホークスの攻撃。打順は6番吉田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。